皆さんこんにちは、ウーアチャンネルの白子です。よろしくお願いします。ということで、今回はですね、ミニ四駆超速グランプリの動画を上げていきたいと思います。前回はね、ライブ方式で最速でね、動画上げさせていただいたんですけれども、やはりね、動画にした方が中だるみなくね、皆さんに伝わるかなと思いましたんで、今回もね、一つ動画にさせていただきました。で、今回の内容なんですけど、最初のリセマラでの皆さんの疑問と、まあリセマラではそれ何を当てたらいいのかっていうところと、で、最終的にね、課金をするべきか否かで、そこの部分で、まあ最初のね、引き合いに出されるファーストトライセットが30日間限定で発売されておりますので、そちらの方のね、情報を皆さんと一緒にね、提供できたらなと思っておりますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。まあ、軽くですね、ガチャの話をさせていただくんですが、このゲームを始めた瞬間の一番最初にね、何回でも引き直せるよっていうガチャ、皆さん引いたと思いますが、まあ、そこはね、星3までしか出ません。ツイッター等でね、あの星4出ねえんだけどとか言いながらずっとやってる人いたんですけど、星3までみたいな感じで書いてありますんで、まあ、星3までしか出ないと。だったらその中で基本的に何を引けばいいのかっていうと、まあ、シャーシとモーターだよね。多分この2つ押さえてれば大丈夫。欲を言えば、まあ、タイヤとかもね、あればいいかなとは思うんですけど、まあ、基本的にはシャーシモーターをね、ここで星3でゲットしておくことが重要なんじゃないかなと思います。モーターとかに関してはね、後々ね、強化していくものなんで、まあ、どのシャーシどのボディでも使えるね、モーターが一番僕の中では最重要になってくるのかなと思います。で、その後ね、先ちょっとね、スターコインをいただいたと思うんですけれども、そのスターコインまであってね、リセマラする人もいらっしゃいます。 S ランクパーツと言われているのが4つあります。で、それがね、マグナムセイバー、ホーネットジュニア、ダッシュ3号シューティングスター、あとはクリムゾングローリー。こちらのね、4つが現在ね、 S ランクと言われています。で、誰が試したのか分からないけど、まあスピードタイプですね。基本的にはスピードタイプと、コーナータイプが、選ばれることが多いです。で、その次に星4のね、車体パーツということで、本当にね、ガチでやっていく上でリセマラしようって、現環境で強いマシンを作ろうと思ってるんだったら、まあこちらの4つと、星4のね、通常のパーツが、出てくることを祈りながらリセマラするといいかもしれません。はい、ということで、今回はね、ファーストトライキット、まあプレイから30日間限定で発売されるんですけど、このね、内容もね、なかなかいいんですよ。こう見てもらったら分かると思うんですけど、トルクチューンのレベル3がね、980円手に入る。もうリセマラしなくていいってことだよね。で、そしてギアのレベル3も手に入るでしょ。で、バンパー類の全てレベル3が手に入った上で、俺ね、これが一番でかいと思ってる。これがね、19mm のゴム付きね、プラローラーなんですけれども、これがね、コーナー安定 A で、まあ、星3でしょ。で、重さもそんなに重くないし、これはね、なかなか使いやすいんじゃないかなと思いまして、まあ、今回ね、こちら選んでみました。ということでね、こちら購入してみて、一体どういう感じになるのか。この ABCD の改造素材パーツはね、まあそんなに、まあ、重要じゃないのかなと個人的には思っていますので、まあ、とりあえず購入をしてみたいと思います。はい、ということで、ただいま購入手続きが完了いたしました。はい、ということで、早速ね、こちらをマシンに組み込んでやっていきたいと思います。もうレベル上げてきた途中でもう1台いただきますんで、まあ、このね、もう1台のところでマシンを組み立てって押していきます。先ほどのファーストトライセットを組み込んでいきたいと思います。こちらは通常にね、僕が改造したマシンなんですけど、こっちにね、ドノーマルがありますんで、こちらにね、組み込んでいきたいと思います。めっちゃドノーマルの状態にさっきのパーツを組み込んでいくと。 OK、 こんなところかな。これでね、ファーストトライセットがね、自分のパーツの中に入ったかと思います。そしたらボディはね、あえてこのままいきますか。で、モーターをトルクチューンのレベル3で、ギアが4対1のレベル3ですね。で、シャーシはこのままで、これは台形ホイールかな。はい、星1の台形ホイールがね、アバンテにはついておりますので、そのまま。で、さらにフロントはフロントバンパー3で、リアも、リアがね、確かね、これダブルなんだよ。ダブルステーをここで搭載して、たらフロントに、スタビポールのレベル3を取り付けて、あ、大丈夫かな。はい、ということで、980円課金することで、総合評価はね、割と高い状態になってます。で、これをテストコースで一度走らせてみましょう。もう割と早いんじゃない。さあ、これで3周目ですが、まあまだちょっと遅いけど、このレベルでどこまで倒せるのかちょっと見てみましょうか。どこ行こうかな。マップ5の彼とかだったら倒しちゃうのかな。ちょっとマップ5ぐらいまでちょっと行ってみようかな。さあ、マップ5で通用するのか否か。お、芝で減速して、あれ、これどう、まさかの
あ、おお、すごい、これマップ5で通用するよ。あ、すごいすごい、課金の力やばいな。マップ5いけますね。マップ5しかもレベル2だったからね、1回クリアしたから。どこまで挑んでみようかな。マップ5の最後のラスボス行ってみます。まあ一応ね、この辺まではね、さらっとクリアできるようになってるはずなんですよ。これから難しいのが出てくるからね、ここはね勝っておきたい。ただ無改造なんでね。さあスタートして、あー厳しいか、内側で並ばれてるからこれはかなり厳しそうだね。そうかそうか、まあ一応ね現段階のラスボスにはかなわなかったので、ここでね、ちょっとそこまで順調に、まあ、位置から勝ち上がっていった体でモーターとギアだけ交換してみたいと思います。同じパーツがね他にないんで、育ててあるモーターとギアに変更します。この状態で挑むと、まあ、どうなるのかっていう話ですよね。リベンジだ、マップ5のラスボス。さあスタートして、今度こそ勝ちたい。あーでもいいよ、これいけちゃうんじゃない、どうよ。いや頼む頼む、マジで勝って。ちょっと追いつかれてるけど、ちょっと追いつかれてるけど、けどけどファイナルアップで、おい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 、タレがすごい電池のタレがすごいよ。あーぶっちぎられた。オッケーオッケーオッケー、わかった。でここからはもうカスタムの領域に入ってきます。まあもちろんコースアウトしたくないから取り付けるパーツではあるんですけど、まあコースアウトしそうにないなって思った時は、このねファーストトライパーツの中のこのセッティングを押していただいて、バンパーをね取ります。まああくまでやっぱりこのファーストトライパーツのこのセットの中で戦いたいんでね、パーツをバンパーのパーツを取り外してリベンジしましょう。下多分2秒ぐらいだったら縮められるんじゃないかな。これね攻略できなかったらちょっと試してみて、意外と使えるから。僕もね知り合いに教えてもらってねやってみたらすごい良くなった。スタートして、最初に飛び出した、結構いいよ。まあ最初はさっきも良かったんだよな。ただコーナーの速度がさっきよりも全然良くなったのがわかるかと思います。このままちぎれるんじゃないか。ちぎるはさすがに無理かな。いいよ、追いついてこない、そのまま逃げ切っちゃえ。大外も来ないよ、見えない、まだ見えない。よし、これ勝てるんじゃね。きたー、はい、ということでですね、今回はねファーストトライパーツセットで、まあ、ラスボスが倒せるのか、ちゃんと使えるものなのか、買って損はないのかっていうところまでねやってみたんですけれども、まあそれなりにねやっぱ結構早いです。まあ、980円課金するだけで今までで、ね、ちょっと苦しんでたところが緩和されるかもしれないですね。でも結局はガチャだと僕は思っておりますので皆さんもね、もしこのパーツ、ピンポイントでねあのローラー欲しいなとか思うことがあったらね、ぜひ購入を検討してみてはいかがなと思います。この動画面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。次はねちょっと50連ぐらいガチャ開けたいと思います。決戦の時がやってきたぞ。ステップアップガシャに入ってないものがね入ってるんですよ。一番当てたいのはタイプ3シャーシの赤かな。50連の中で当てることができるのか。当たらなかったらこれ第2回とかあるな。これうわ来たー、うわ来たー。でここで黄色になってレインボーは来るのか。おーレインボー来た、そのままレインボー行っちゃうんだ。おーおー、そのまま来ないけ。あ来た、オッケーオッケー、危ねえ。